こんにちは、つちのこです。今日は9月16日、バチトレードセンター練習台は郵便局のペリコとペリミ、左のペリミはちょっと塩対応す。じゃあ練習スタート。塩対応なんだ、ペリコとペリミ。まずは、これ上のなんだろう、ティッシュみたいなの。ティッシュこれ。上にあるやつ掴んでいきましょう。てい。うん。よし。あれ大丈夫これ。金庫が挟まったけど、とりあえずペリミを掴んでいきましょうか。ていペリミを掴んでなんか不安だな。よし行きまーす。あー順番通り言ってくれました。さあ次はペリコ、これギリ止めですね。壁に当てずに行った方がいいと思う。はい、どうだろうか、入ってくれ。お、いいんじゃない、すくい上げたね。よし、3手コンプ台ですね。さてもう一回ティッシュ、ゆうやさんの見たらね、ティッシュってちゃんと書いてありました。いつもね、ゆうやさん教えてくれるんですよ、ありがたい。よし、また貯金箱とペリミを掴んで、よいしょ、入ってね。うん、いや、いい感じじゃないでしょうか。これは本番台も期待できるぜ。すげえ、1回転した。はい、11枚。小当たりはさすがに無理かな。で9枚残しですね。おお、小当たりも当たってくれた、嬉しい。これは2プレイ無料です。さあしっかりいくよ。まずはティッシュ、郵便受けティッシュをゲット。うむ、 ATM と金庫の間に挟まってちゃんと落ちると。はい、完璧です。そして次、豚の貯金箱も一緒に落とす。せーの、はい。うん、うん、オッケー。さあ最後一番難しいとこだね。ペリコを左ギリギリ止めで取るとさあうまくいくでしょうか。それじゃあ課金していきます。ATM とか豚の貯金箱、ペリミをゲット。おしゃれプレイいっちゃうよ。さあギリ止めいきます。せーの、ほい。おーし、いいんじゃないこれ。これはいったでしょう。すくい上げて、頼む、落とさないでくれ。よし、よし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 、うまくいった、よかった。うん、仰向けになって落ちてくれました。さてと、ちょっとやってない台多すぎるね今回ね。さあちょっとしずえさんをちょっと本気で取っていこう。ちょっと日にちがなさすぎるんでまずは、レイジーを、そうだな、右側に行けるかな。レイジーを右側にやりつつしずえさんを掴む。こんな欲張りが成功すると思えないけど頑張ります。あー、やっぱりレイジを掴んじゃうね。うん、うまいことにはいかないな。やっぱこれはちょっとしっかりゲットしていこうか。あ、やばい、欲張ったらやばい。
あーやらかした。ちょっとしずえさんだけは絶対取りたいんで、どっちだろう、つぶきちかまめきち、どっちかですねこれはね。いけー大丈夫かこれ、フラグじゃないの。しずえさんを掴んでいく。あーやっべー離しちゃった。でもいけるよね。あーそっち行くんかい。いやひどい本当に。課金してこの2個だけって、もうなんかやる気をそぐような台ですね全部ね。はい、それじゃあミーバスコーナー行ってみましょう。チャリとバイクのカーニバル、チャリへの愛が伝わってくるっす。マリオカートにチャリで参戦とか、勝てる気がしないけど楽しそうっす。あ、これ綺麗になんか並べてますね。チャリ層のテーマかな。これうまいわ、なんかすごくバランスがいい。店長の言った通りっす、天空の城は本当にあったんですね。40秒で支度しな。これ名言ですね。これのりまきとしずえさんはパズーとシータってことですかね。パズーの顔やばすぎでしょう。天空の城はこれ崩壊後の天空の城ですね。飛行石がしっかり見えてる、懐かしいです。はい、今日はねここで終わると思います。今日はね練習台結構うまくいって小当たりも当たって2プレイももらったんだけど、またね2台目が4プレイあったのに1枚しか取れないっていう、本当にね散々な結果でした。いや今日残ってる台がねまだ 4,5 台ぐらいあるのに、もう明日しかないっていうね、今までにないね不甲斐ない結果が終わっててね、なんか悔しいですね。まあちょっとね明日でコンパ難しいかもしれないけど、ギリギリまでねあがいて、まあ楽しくねプレイしようと思います。よかったらね明日も見てください。それじゃあ土の子でした。